おはようございます。おはよう。リュックの中入れてなかった。危ない。どこか行く？レッスンですよ。レッスンに行く。お仕事。それも多分大丈夫。メイクポーチ。あ、鏡入れてないわ。鏡なし。それあればいけるか。メイクポーチ入れたし。鏡、今から入れるし。入れた化粧水とか入ってるでしょ。オッケー。めっちゃ重いリュック。ミッフィーのカバン？何ミッフィーのカバンって。ミッフィーのカバン？持ってないよ。財布入れてる。財布は昨日もこの力使ったから。毎日使ってるから財布は入ってる。本当に朝、いやね、朝しか配信する時間ないんだよね。だからこの時間しかないから仕方ない。何時に起きた？ 3 時半とかに起きたかな。本当はそんな寝ないつもりだったんだけど、ちょっと眠すぎて3時間ぐらい寝てた。1時間で起きるつもりが3時間寝ちゃった。まあいいや。8時半まで、8時半までしますね。8時半になったら。
昼寝そんなする時間ないよ、そんなのないですね。暑いね。朝の今どこ？メイク配信、メイク配信しないよ。公演前にメイクすればいいんですって。朝からしたところで。それも見えるのだ。リップ持ってたら大丈夫。リップ忘れがちなんだよな。ポーチ、メイクポーチとは別のポーチにリップ入れてるから。でもさっき入れたから大丈夫。結構あったかいのかな。夜はでもそもそも結構あったかそう。あったかそうな。でも夜は、夜ちょっと涼しいぐらい。でもあったかいか。フリース持っていったら暑そうだな。パーカーにしようかな。使い分け、何の使い分け、何が使い分け。今日は暑そう。なんか今天気のアプリ見てみて。今日は明日が暑いのかな。やだね。やだね。わかりに。他にしよう、持ってか。上を持ってかないとね。ちょっとレッスン上寒かったりするかな。あと夜涼しかったり。持ってこ。それは汗だく。え、でもさすがに冷房効いてる。さすがに着替えもする。え、どういうこと？着替え？仕事着ないよ。だって一日レッスンとかだ。
スもう閉まっちゃっていいかな、どう思う？もう昨日までフリース着てたんだけどさ、フリースでも薄いからさ、私が持ってるフリース薄いから着てはいたんだけど、どうしようかな、そうそう、しまおうかな。よし、汗かいてもそのまま汗かいても着替えないね。え、なんかね、なんか違う服着る方が嫌なんだよな、私。なんか汗かいた状態で、それ嫌で、ちょっとそう、なんかバレエやってたところも、クラブチーム小学校の時から、なんか周りの人によってだけど、着替えたりする子もいたけど、途中で練習着何着か持ってきて、え、そっちの方が嫌で、なんか汗めっちゃかいた状態で新しい服着るのが嫌で。なんか嫌なんだよね。だから、あと荷物が増えるっていうのもあるけど荷物増える、ただでさえ今日多いのに、めっちゃリュック重い、これ重い、こんなん、おい、音やばくない、置いた音コンコン、めっちゃ重い、靴とメイクポーチと化粧水乳液が入ってるから、もうそれも重いでしょ、化粧水乳液だけど。あとなんだ、リップは重くないけど、そう、メイクポーチと化粧水と乳液、これが重いんだよね。もうね、めっちゃこれやばいよ、これ重たい。え、公演の日めっちゃ重い、公演プラスレッスンがある日、靴も入れなきゃだから、めっちゃ重いんだよ。化粧水乳液はね、めんどくさに借りることもできるけど、さあめんどくさいじゃん一回一回借りるの、自分の持っていった方が楽じゃん、自分の好きなタイミングで使えるし、誰かが持っていってるかもみたいなのがないし、だから自分の持っていく。自分の持ってたほうが楽だから何だよね、靴もさ、レッスンシューズめっちゃ軽い靴自分使ってるんだけど、軽いやつ、重い普通のなんていうの、靴より軽いやつレッスンシューズにしててなはずなのにめっちゃ重いんだよね、これ最後。ドレスがある、メイクポーチとか持ち歩く日がね、重い。絶対使わないやつも入ってるんだけどさ、なんか入れてるからさ、メイクポーチに化粧品、使わない化粧品とかも入ってるから、だから今日重いんだろうね、めっちゃ重いんだろう、いらないです、大丈夫かな、メイクポーチ本当に重くって、結構じゃなくて重いんだけど、資料とかかな、重いの。メイクポーチ抜いてよ、おちゃん。こうじゃん。小里の資料とかいっぱい入ってるから。
めてあるからいらない。ジャルカラー食ってもいいかも。ノートにまとめてるもんな私。おいしい、ね、置いてこっかな。重いんだよね、これ。どうしよう。あ、でも今日置いてって、置いてこ、重いから。これこの紙の資料とメックポーチ同じぐらいの重さある。メックポーチの方がちょっと重いか。クリアファイル欲しいから資料だけ残っかな。クリアファイル、ちょっといらない化粧品も残る。意外と使うか、いや意外といらないやつ取ろうと思ったけど意外と使ってるわ。このマスカラ取ってもいいか。マスカラでしょ。ビューラー、あでもビューラー一応入れとか。一応マスカしてるけど。でもマスカラぐらいしかないな。必要なものだった意外と全部メイクポーチ。重いからさ、ちょっとだけ物抜いてから行こうと思ったんだけど。どうしよう。3つも入ってるけど、でも組色に合わせて使うからな。いいとこ。マスカラぐらいしか残らなかった。結局マスカラ1個だけ。まあいいや、これちょっと明るくなるかな。リップマジでいいな、このリップ。ちょっとマシになった気はするわ。紙資料置いていくことにしたら気がする。めっちゃいいね、この紙が。コンサートの紙の資料全部入れてたから、リュック。その分の重さ。マスカラだけ置いてこう。使わないやつ。あてどうぞ。
くと必要だったりする。紙の資料はね、なくっても大丈夫なんだよね。携帯で見ればいいんだもんだって紙の方が見やすいからさ、紙って言ってたけど、携帯で見ればいいからな。あとノートにもまとめてあるし、携帯で見れるし、普通に持っていかなくてもいいんじゃない。重いからね、紙の資料って。いいよ、フリースをさ、もう完全にしまっちゃうから悩むんだよね。フリース、もう着る時期来ないから。でもパーカーあれば別にいいんだよね。あのフリースレッスンの時しか着ないからな。私服の着る時着ないからしまっちゃうか。パーカー着ればいいもん。爪のフリース、え、めっちゃ薄いフリース、薄いやつ、めっちゃ寒い時期は着れないぐらいのフリース薄いから。薄いやつ、ちょっと寒いなぐらいの時期に着るよな。若干モコモコはしているけどフリースだから。でも薄い、仕事の最適な。え、でもね、あれ持ってんの、パーカーあんのよ。パーカーあれば別にいいかな。パーカー、これ着ていけば。ここ着るわけない。フリースしようかな。部屋今あったかいよ、23度ぐらいある今ね、じゃ外出るときは今日かな。焼けたくないのもあるし、焼け止めここには乗るけどちょっと腕めんどくさいからバカ着るんだったら乗らなくていいじゃん。乗った方がいいけど本当は着るから。だけどね、これ着ようかな。もうフリースしまっちゃおう、洗っちゃおう、フリースいいや、うん、雨、え、今日雨降んの、え、今日雨なの、晴れかと思ってた。それはめんどくさい、雨は。フリースしまっちゃうわ、洗う。いやね、フリース着ててちょっと最近ちょっと暑いんだよな。フリース薄いフリースだけどさ、ちょっとモコモコしてるからさ、あのフリースのあのなんていうの、モコモコしてる感じ。めっちゃモコモコじゃないけど、なんかちょっとモコモコしてるみたいな感じだからさ。雨降らない、え、だよね、さっき天気見てたら降るって書いてなかった、曇り
リスの、いやフリス一着だね、アウターのフリス一着だけ。眠くないですか？え、常に眠いよ常に眠いよ、最近そんな寝てないから。一旦脱ごうかな、パーカー今着なくても、出るときに着る。髪落としそうこれ。朝ごはん食べたよ。パン食べた。基本的に言えば最高の季節。もうちょい涼しいぐらいがいい。ちょっと暖かい。もうちょい涼しく。日中ちょっと暖かい。いこの部屋が暖かいんだよな。23度あるんだよこの部屋。暑くない？暖かい。そう、なんか朝とか夜は別に行けるんだけど、ちょうどいいぐらいなんだけど、昼は暑いんだよね。フリース、薄いフリースでも、私のめっちゃ薄いやつだけど。あ、もうちょっとフレーズしまうパーカー、今日からパーカーにするわ。帰るわ。配信しないです。多分間に合わない配信、時間がなんでできないんでやんないです。そんな撮って動かなかった。動いてないね。え？動いた？動いてないよ。何も落としてなかった。動いたら音鳴るもん、なんかこんな。動いてないよ。見間違いですね。
だからな、飲まないよ。飲まない。カフェラ最近飲んでない。うん、毎日飲むようなやつ飲まない。毎日飲むのない。なんか水以外、水とかお茶以外で飲まないですね。好きだけど。基本水しか飲まないか。目薬刺そうです。目薬。やば。目薬。充電は大丈夫だったんだけど、一応刺したか。出るときに充電なくなってるのも嫌だし、充電ガガガ変えちゃった。携帯を、ちょっと OK。 あ、投票しちゃおう、3両忘れないうちに。キャラタイ、マイピーチ、あと、めっちゃ投票。10日目か、初めて投票チケットもらった。投票していた。コメントオープンか。これいつ投票したかな、このチケットの投票。チケットさ、今15枚持ってて。
ちょっと後でこのシェルター使おうかな、小気味に。投票したよ今、小気味とモップが。投票 OK。 ちょっと毎日ね忘れないんで投票したいから、横になったらもう2回忘れて私も毎日してるはず、今日で10だったきっとして、多分チェスとかからこれ始まったのっていつかだっけ、中間発表はね、なんかサンリオプラスだけの中間発表がでの発表、サンリオプラスでの発表が4月28日にあったんです。でその後にもう一回チェック発表あるんです。だから1週間後くらい、来週サンリオプラスってやつでチェック発表あるんです。さあどうなるかな、順位。初日速報は9位だったんだよね、こういう。モップ君は順位に入ってなくて、10位までが発表される速報で、確か10位までしか見てないから、そこ夢は9位だった。去年と一緒に、去年の最初の順位が9位で、初日の速報は、速報もか大きいだと。あれもし、コギミュンです、コギミュン。コギミュンと、でもモップくんも投票してる。マルモフ日和のモップくん。絶対眠くなりそう、どっかでもうすでにあれだけど、でもいいけど眠くなりそう、これ以上に。買っちゃおうかな、コンビニやろうかな、とかコンビニ通るかな、今日コンビニちょっと見てみよう、コンビニあるかな、今日行くところの近く、来たコンビニ、コンビニ、どうしようか、どこだっけ、こうか、喋ってみるわ。
どこだっけ、場所。どこだっけ。ちょっと待ってね。合ってるか、こっちの。めっちゃ朝配信してほしいです。朝はね、夜できない時しか基本やんないな。この朝得意じゃないんだよな。なんでコンビニって調べてさ ATM が出てくるの。これセブン銀行 ATM とか書いてある。なんで出てくるの。不思議なんだけど、私コンビニ調べてんのに。あ、でもありそう。行くところコンビニやろうかな。セブンだから。いやでも他の、いや他のなんかATM も出てくる。え、なんで。なんでコンビニで調べたら ATM も出てくるの。コンビニと一緒に全然 ATM はいらないんだけど。まあいいや。9時間あるはず、集合の前に。でなんか買おう。エナドリと久しぶりに買おう。エナドリ最近買ってなかった。なんかデカビタ買ってたけど、なんかさ、モンスターとかレッドブルとかそういう感じのやつの方買っちゃおうかな。久飲みたいし、味が好きだから。それとレッスンの合間で食べるようなお菓子買ったか。新しいのどり、新しいのどりなんかあんの？全然知らない。のどり全然なんか全然わかんないや。あんま飲んだことない色なの。お弁当出るよ。うん、今日出る。公園もあるしね。のどりね、なんかゾーンとか、あとなんか。とかコカ・コーラの中エナドリも出てたよね。飲んだことないけど。ゾーンもない。あとは知らないや全然。そんな飲んだこと。めっちゃ王道なモンスターとかレッドブルしかないかも。夏飲みたくなる？エナドリ？夏？いや、わかんない。でも年中味が好きだからな、私は。エナドリの味が好き。なんかそう、元気出したいから、その夏帰ってるから飲むっていうよりかは味が好きだから飲むみたいな。味が好きだから。
な。エナジードリンク。何かのコンビニ、てかコンビニで見る？買うか見るってこと？え、そういう意味？今日デカビタの気分。うん、今日はレッスン上何時半期で買わないから。今日はコンビニで買うから、そちらの。レッスン上の自販機ね、いつも、それ買っちゃう、デカビタ買っちゃうんだよな、だから、今日は違うのか。コンビニで違うのかって。スポーツドリンクよりし、あー。私ね、スポーツドリンクの味あんま好きじゃないからね、あれだけど。いや、好きって人も結構いるよね、スポーツドリンク。アクエリアスとかポカリ、どっちもあんま好きじゃない。どっちかで選ぶんだったらポカリかなぐらい。でもね、なんだっけ、アクエリアスもポカリもそこまで。糖分すごい。あ、お、すごそう、確かに。わかんないけど。でも私もあんま好きじゃん。うん、な、味。そこまでなんだな。アクエリアスの新しい、アクエリアスの新しいやつ？何それ。あるの？アクエリアスのそんななんか新作みたいなやつ。知らなかった。普通の味のアクエリアスしか知らない。メイクポーチじゃないわ。使ってないさ、メイクの箱に入るかな、このマスカラ。使ってないさ、メイク、違うな、あの化粧品をさ入れる箱があるんだけど、その箱も結構いっぱいいっぱいでさ入るかなこれ。ちょっと入れなきゃ。メイクポーチから出しちゃったから、最近使ってないから。捨てちゃ、いやね、まだ残ってるのよ。使えるんだよこれ。そんな使ってないけど、じゃあ使わないから。塗りやすいのこのマスカラ。あ、落とした。わかる。ブラシがめっちゃ細くって、普通のやつより。ちょっと普通のがないから分かりづらいよね。ちょっとまつげ美容液しかないわ。でもこんぐらいある、この先端な。ここのところちょっと違うけど、このブラシぐらい、だいたいマスカラも同じぐらいのサイズ感あるけど、このねマスカラのやつめっちゃ細くって塗りやすい。でも全然使って塗りやすいんだよ。うん、荷物多い派かも。お仕事の時は基本リュック。トートバッグがあんま好きじゃない。トートバッグにリュックの方がいい。なんか片側にかけるだけです。斜め掛けのショルダーバッグは結構使ったりするけど、出かけする時とか。お仕事の時は基本リュック。そう、リュックだね。今日はね、公園とかもあるから余計多いのもある。荷物、靴とメイクポーチとリップのポーチと化粧水に液が入ってるから。
なんかトートバッグ使ったりもする、使ったりもするんだけど、仕事の時は基本リュック、そっちの方がいっぱい入るし、基本リュック、トートバッグもいっぱいある、持ってるんだけど、いっぱい持ってるんだけどね。そうね、たまに使うぐらいかな。お仕事、お話し会とかトートバッグ使ったりする、リュックじゃなくって。なんか私服によってさ、この私服ちょっとリュック違うなって時あるじゃん。そういう時はトートバッグになんかいろいろ詰めていく。こうメイクポーチが大きいから、メイクポーチ持っていきたい時は絶対リュックに持っていくかも。トートバッグだとね、結構パンパンになっちゃうから。それでキャリー、なんか泊まりだったらいいけど、泊まりじゃないんだったら邪魔すぎるから持っていかない。めっちゃ邪魔じゃない、キャリーバッグ。そこまでは多くないわ、キャリーバッグを持っていくほどは荷物多くない。普通に泊まりじゃなくて、普通にこうなんてバッグとして使うほどは多くないかも。ショルダーバッグ使うとき、お出かけするとき基本ショルダーバッグ、斜め掛けのバッグ使ってるかも。メイクポーチの、メイクポーチ2個かな、メインのメイクポーチが1個と、あとなんかリップとチークパウダーとかを入れてるやつ、なんか普段持ち歩きたいやつ、メイクとか塗り直したい時とか、こうなんか持ち歩く用のちっちゃいポーチに入れてるリップをパウダーとか2個かな、とかメイクポーチ2個。荷物、いや荷物少なめではない。ちょい余裕ぐらいかも。でも大量、なんかそキャリーバッグ持つほど大量ではない。荷物少なくはないかも。なんか一応持ってくみたいなもの多い。リュックにとりあえず入れてるみたいなもの多い、全然使ってないけどみたいな、結構あると思う。一応入れてあるけどみたいな。カバンの中、カバンの中は一応キレイにしてるつもりではあるけど、ではある。ポッケの、カバンのさポッケあるじゃん、内ポケット、そこの中はちょっとぐちゃぐちゃしちゃってるかも。キャラの中って整理するの難しくない。傘を持た、折りたたみ傘、折りたたみ傘持たないね、雨降りそうかもって時しか邪魔だから。日傘を持ち歩いてるよ常に。いざとなった時はこの日傘、雨でも使えるやつだから、折りたたみの、それさせばいいしね。だから、ね、両方雨でもいけるやつ。さあ、そう、一応道は歩いてはいる、刺さない時もあるけど。エビのマスクも入ってるね、一応ね。もしなんかマスク汚れちゃった時とかのために一応街歩いてはいる。
配信止めてもいい？ちょっと待ってて、飲み物持ってくる。ちょっと今日天井向けずに一旦止まるかも。ごめん、ちょっと待ってね、止めて。できた。できた。あった、ペットボトルが。よいしょ。閉まってる。よいしょ。水好き。いやね、水何でもいいんだけど、水でもお茶でも。これはね、あれですね、レッスン場にあったのを持って帰ってきたやつ。さっき開けた。なんか、持って帰ってきた。昨日帰りに一本取ったけど結局飲まなかった。みんなの分の水ある。説明なさい。そうね、これ310、確かに絶妙だよね。ちょっとちっちゃめのサイズ。一人何本飲んでも、うん、何本飲んでもいいよ。そんな一本だけとかさ、絶対足りなくない？1日1本とか310。いっぱいあって、そう、好きなだけ。水が置いてる。それちっちゃい、少し。310。スコールって、ね、あるね。スコール、スコール美味しい。なんかなんていうんだろう、あれどう言ったらいいか分かんないけど、炭酸のなんかジュース、白いやつ。水冷やしてはないね。常温？でも常温でいい。冷やしてなくて。カルピスソーダで、まあ近い。でカルピスっぽい味ではないんだけど近い。スコール。どこだっけあれ、スコールって。九州どっかだよね確か。じゃだっけ。忘れちゃった。宮崎かな、ね、そんな気がしたけど、わかんない、合ってるかわかんなかった。宮崎かな。え、なんかそんなイメージなんだけど、確かあんま覚えてない。
しよう、すごい最近飲んでないね。すごいたまに飲みたくなるそんな感じの味。マウンテンデュー、あ、知ってるよ。それなんかレッスン場のね自販機にある。でも買ったことない。どんな味かもわかんなくて。あれなどういうやつなの、わかんないんだよな。なんかあるけど自販機。あ、宮崎だった、入ってた。なんかスコール美味しいね。宮崎意外とそういう飲み物多いね。そういう宮崎、あのさ、ヨーグルッペ宮崎だよね、あれ。なんか紙パックのさジュース。そう、宮崎だったはず。あれも美味しいよね、あれね。わかる、おいしそういうの。わかんない。あれはあるけど、なんか郵便局とかで売られてるさ、つぶらなカボス、あれは有名だと思う。大分県内だったらめっちゃ美味しい。カボスのジュースでもね、めっちゃカボスがこうなんていうの、強いっていうわけじゃなくて飲みやすい。飲みやすい、あのつまらなカボスっていうやつ。郵便局で買う。郵便局とか、あとなんかたまに売ってたりするけど、なんかスーパーとかで。それぐらいかな多分。あんま分かんない。あるのかなそれが、知らない。コーラとペプシの飲み比べしてみて。いつかいつかやってみるわ。いつかスプレート全然やる。スプレート飲んだことないかもしれない。ジンジャーエールは数回あるはず、数回あるはずぐらい。もう覚えてない。見たらシェフラーシェフラー、あ、確かに飲み物とはちょっと別だけど、ファミレスね、シェフル置いた、そう本社があるのが置いた。シェフルいっぱいある置いた。いつもいや、マックでコーラ頼んだことないよ。あれファンタグレープかシロブド。でもね、あんまり飲み物頼まないマックって単品で頼んじゃう。セット頼まないんだよな。そう、単品時々設定頼んだ時に、なんかどっちか頼むかポテトつけたりする。そのハンバーガー単品とポテト単品みたいな、飲み物いらないみたいな。お店で食べる時はね、あのセットで買うけど、
お店で食べないとき、持ち帰るときとかさ、飲み物持ってるから基本そういうとき、なんか家で食べるときとかジュースいらないから、あるじゃんお家に飲み物だから、単品で買うポテトとハンバーグ。あ、30分ありがとう。ランキング読まなきゃ。13位からランキング回す。13位、トシベビーアットマーク、アットマーク、クカタムズさんありがとうございます。12位、プチーニさんありがとうございます。11位、バトニーさんありがとうございます。10位、トシノリさんありがとうございます。9位、お豆さんありがとうございます。8位、八丸さんありがとうございます。次7位、大野高文さんありがとうございます。6位、ムムさんありがとうございます。5位、中見さんありがとうございます。4位、フロマンさんありがとうございます。3位、直人さんありがとうございます。2位、ヒンメルさんありがとうございます。そして1位がニャンホースさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。朝からありがとう。次の配信は夜、今日多分できないから、レッスンあるから、うん、多分無理だと思うんで、明日、明日は夜、明日夜する、多分11時台、23時台かなになりそうです。ですかね。で、ちょっとそろそろ行かなきゃだから、レッスン準備して行ってきます。じゃあ、ありがとうございました。また明日の配信で、またね、バイバイ、ありがとうございました。またね、バイバイ、ありがとう。